はい、今日車中泊する場所は名もなき公園の駐車場ですね。ここで車中泊します。ここはね、調べても名前がないんですよ。だから何の場所かわからないっていう。ちなみにここは金子地区ですね。でこっちに公園がありますね。遊具があってベンチがあってでネット張ってますね。ここ名前ないのかな、本当に書いてないかな。地図で見る限りはない。ここは掲示板かな。何も貼ってないね。あ、高円寺っていうお寺があるんだ。高円寺前、ちょうど道路沿いですね。ここデモクス、この奥に高円寺っていうお寺があるんだな。ちょっと行ってみましょう。てかね、目の前にある建物が気になるんだよね。なんだろうあれ。憩いの家。憩いの家しか見えん。読めん。で、ここは、ここは何だろう、この建物何だろうな。トイレがあるけど、竹林がありますね。この上がお寺なんかな。ちょっと見えませんね。どこにあるかわからない。はい、こんな感じですね。今日はこれ飲みます。カベロッチ。落ち着くわ。こうやってベンチに座ってゆっくりしてるとより落ち着きますね。ほらもう暑くないからさ。しかも誰もいないし、今日の日中が暑すぎたんですよ。エアコンかけててももう全然効かなかった。もう常に2の状態。もう3にした時もあったけど基本的に2ですね。それでも全然効かない。太陽がね、もう暑すぎる。エアコンがね、意味ないんですよね。今ぐらいがちょうどいいですね。まあ涼しいわけでもないけど、暑くはない。今日は鬼を祀る鬼神神社に行ったんですけど、そこでね、このお守りと絵馬をもらいました。ただで。すごくないですか。お土産に持って帰ってって言ってもらいましたね。後でね、値段見たら
それぞれ700円なんですよ。だから1400円分得したっていう。すごいよね。20時17分。なんか目の前にね、車止まってるんですよ。ちょうど入り口付近ですね。さっきからずっと止まってる。俺が怪しいと思ってんのかな。ちなみにね、横に止まっていた車はもう行きましたね。いや、ここ閉められないと思うけどな。ちょっとなんか嫌ですね。と思ったらなんか人が出てきたぞ。散歩かな。びっくりした。大丈夫でしょう。はい、明日の天気を確認してみます。明日は曇りですね。最高気温が34度。明日土曜日34度ですね。で、最低が24度ですね。はい、10時になりました。そろそろ寝ます。それじゃ、おやすみ。